土佐一徳は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけて活躍した土佐派の絵師。一徳とも表記される。土佐三つ氏の門人とも弟とも言われるが定かでない。一般に、慶長年間に活躍したとされる。しかし、星野山五根流記には、寛永15年に、武蔵国川越の北院の客殿と書院に、障壁画を描いたと記されている。 また、品の国井田藩主、脇坂安元が、昇法元年4月から1年強の間、天領であった、下立城の財番であった頃に記した、下立日記に、大地祭一徳という絵師が数回登場している。これが、土祭一徳だとすると、実際の活動時期は少なくとも、この頃まで伸びると考えられる。なお、林名せ図など一部の作品に、北京の、 白文なす形印が押されており、一徳が北京位を得ていたことがわかる。いつ頃得たかは不明だが、これは、先の北院障壁画政策の報奨とも推測できる。下立日記11月21日上では、安言のもとに、一徳が訪れ、安言はその様子を記している。一徳は、要望会議で背丈は四尺に届かず、手足も短く、老は、文網、無知で常に、 サトシザエモンを貢献人に使っていた。しかし、絵の技量は、カノ単優と同等で、トサハの絵師でありながら、漢画の手法も十分に身につけており、暗言は、その怪異な用紙にかかわらず、絵は、心で描き、一芸に引いてることは素晴らしいことだと、一徳を称賛している。一徳は半月ほど暗言のもとに滞在し、暗言の求めに応じて、しばしば絵を描き、 さりぎわに、銀百両と、里しざえ門はこそで一両を配慮している。現在確認されている作品は十点ほど。中国僧の画員画家、李安中の、うずらずに学んだ写実的な、うずらずが多く残るが、昇華道症状風の軽妙者脱な作風も取り入れ、土佐派伝統の情緒的な細密画もこなしている。ありがとうございます。